皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝先生でございます。今回は初めてのドラムということで、超初心者の方に向けたドラムレッスン動画ということで、そんな動画を作らせていただいております。そして今回の3本目の動画は8ビートの練習をしていこうかなと思います。8ビートっていうその、基本的なリズムがあるんですけれども、こちらを練習して、皆様にマスターしていただこうかなという感じでしょうか。頑張って8ビート練習をしていきましょう。ではでは、ちょっと足元もお見せしながらやっていきたいんですけれども、ちょっとその前にあれですね、ドラムセットに座らなくてもいいです。イメトレでいいです。まずイメトレから、スタートしてみましょう。適当に椅子に座ってください。そこからイメトレをしていきます。どんな感じで叩いていくか、順番にやってみますと、まず右手で右膝を8回叩きます。8回です。1、2、3、4、5、6、7、8。そしてこれをずっと続けます。1、2、3、4、5、6、7、8。延々とひたすら続けます。でも、その続けていく中で、心の中で8個ずつカウントをしてほしいんです。8個で1セットひとまとまりなんですよ。なんで、途中でその9になったりとか、7になったりとかすると、そこでちょっとこのリズムが崩れてきてしまうので、8個で1セットであるということを意識しながらちょっと練習をしてみてくださいませ。1、2、3、4、5、6、7、8。と心の中で数えながら叩いてみてください。で、その次、これはまあ簡単だと思います。簡単だと思います。その次にやっていただきたいのは、左で、左膝を叩きます。どこで叩くかっていうと、3の場所と7の場所で叩きます。1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じです。ちょっと難しければ、もう少しゆっくりでも大丈夫です。1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じです。3と7の時に同時になるわけですね。右が基本だけども、1、2、3、4、5、6、7、8と、3と7の場所で両手になるということでございます。これが手の、両手の基本です。今から4種類パターンをやっていくんですけども、4種類とも手は全く変わりません。足の位置が変わるだけです。覚えておいてください。右手で8回。で、8回叩く中で、3と7で左手で叩くと。3と7で両手同時になるという形です。これがまず基本のビートです。そして、その次、足を入れていきましょう。足。4種類やってみようかなと思います。4種類。まず、最初にやってみたいのは、1の場所で足を踏むという動作です。右足をパタパタさせましょう。パタパタとね。普通につま先を上げて、ポンと叩けば OK です。1、2、3、4、5、6、7、8。これだけです。やってみましょう。こんな感じです。いきます。3、4、1、2、3、4、5、6、7、8。結構この時点で、結構ややこしいですよね。うえ、どういうことってなったかと思います。1、2、3、4、5、6、7、8。まず1で、足と右手が同時になると。1、1、1です。そして、1、2、3で同時になると。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。で、これがなんとなくできるようになってきたら、ちょっと早くしてみてください。1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じです。なんとなく繰り返して慣れてきたならば、次のパターンに行ってみましょうか。今度は足を1と5に置きます。やってみます。1、2、3、4、5、6、7、8。つまり繰り返しですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4と。
やっぱりこうね、これだけでも結構ややこしいというか、体の操縦がうまくいかねえってなったかと思うんですが、まあ、本当にうまくいかなければ、とりあえずゆっくりやってみてくださいませ。で、どことどこが重なるのかを、しっかり意識することが大事です。1、2、3、4、5、6、7、8。どんどんいきます。次のパターンいってみましょう。足、1と6に、足を入れていきます。こんな感じ。3、4、1、2、3、4、5、6、7、8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 。こんな感じです。まあ、ゆっくり、ちゃんとどことどこが重なるのかを意識しながらやっていくと。ほい、パンチ、1、2、3、4、6、7、8。そして最後のパターン、これは足を1、4、6、1と4と6に入れます。1、2、3、4、5、6、7、8。これむずいですね。1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じです。イメトレで十分です。イメトレで椅子に座ってやってみてくださいませ。で、これある程度その体が慣れてきたら、とりあえずゆっくりやってそのなんて言うんでしょう、どことどこが重なるのかを意識してゆっくりやって、まあ、そのこの動きみたいなその体になんかこう染み込ませるわけなんですけれども、ある程度その染み込んできたなって思ってきたら、ちょっとこうぼーっとしながらやる意識を持ってみてくださいませ。早くなってもこことここが重なってる、こことここが重なってるって意識せずに、なんかぼーっとしてても叩けるっていう状態を目指してほしいんです。なんで言うんでしょう、その早くなったりテンポが速くなったりとか、そのフレーズが難しくなったりした時に、その意識しすぎると間に合わなくなるんですよ。こことここ、こことここ、ここはこうってやってると間に合わなくなってくるんです、頭が、思考が。で、それは別にその人間の能力がどたらこうたらとかじゃなくて、まあ、それも単純に仕方がないことなんですよ。その個体差があるわけじゃなくて、皆さんその得て増えてがあるわけではなくて、もう人の頭がついていかなくなってきてしまうんです。なので、ある程度、体に動きが染み込んできて、速くする段階に進んだならば、ちょっとこう、なんかぼーっとしながら、なんかこんな感じかなっていう感覚で練習をしてみてくださいませ。そのぼーっとしながら、なんか無意識のうち、半分は意識しているんだけども、半分は無意識の状態。なんかそんな感じでこうね、ふわーっとした状態。なんかリズムに体を委ねるみたいな感じの、そんなノリで叩けるようになると、本当にいよいよ本格的に習得というか、その理解といいますか、本格的にマスターにつながりますので、そんな感覚でちょっと練習してみていただければと。ちょっと抽象的な話で申し訳ないですけれども、リズムに体を委ねる。なんかそんな感じでございます。で、それができるようになってきたならば、ドラムセットに座って練習をしていきましょう。スタジオに着きました。で、ドラムセッティングをしました。で、ハイハットを締めて、スネアをスナッピーまでで OK ですと。この状態で練習をしていきます。右足はバスドラム。で、左足のハイハットペダルは押さえパンして、閉じパンしていきましょう。で、右手をハイハットにして、左手はスネアで叩いていきます。こんな感じです。こんな感じです。ちょっと少々お待ちください。いや、すみません。なんかスタジオの扉がなんかちゃんと閉まってないように見えたんですけど、ちゃんと閉まってました。大丈夫です。これで心置きなくドラムを叩きます。ちょっと順番やってみましょうか。パターン1から順番に叩いてみます。ちょっとゆっくりやってみますね。4回ずつ繰り返してみます。こんな響きになります。次のパターン。次いきます。
こんな感じです。もうちょっとゆっくりやってみましょうか。よかったら一緒に合わせてやってみてくださいませ。それぞれのパターンを4回ずつ繰り返していきます。こんな感じです。なんとなくできましたでしょうか。ドラムセットに座った状態でできるがまあベストですけれども、イメトレでできるという状態でも大丈夫です。なんとなくこれマスターしてきたら次の動画に進んでみてくださいませ。まあ、人によってこの2本目の動画をマスターしないと次に進みたくない人ってもいらっしゃると思いますので、そういう方は別にそれでも全然大丈夫です。ちょっとなんかずっとこれやってると飽きちゃうな、なんかもうちょっといろいろ違うことやりたいなっていう方は、どんどん先に進んでみていただければという感じでございます。それではこの3本目の動画は8ビートをマスターしようということでした。次の動画ではフィルイン、ドラマーの見せ場ですね。そちらの練習をしてみようかなと思いますので、よかったらそちらも頑張って練習してみてくださいませ。それでは違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。